いろいろあったみたいですけどね。まあまあまあ、そう、まあまあそう、いろいろ、いろいろっすか。まあいい方向にいろいろ動いてるかなって思うんですけどね。ちょっと降りてきてください。お山の大将。うん、ほんまにこれ冷蔵庫の上ですよ、これ。ちょ。クレイジーサタデーナイトですからね。はい、そうですね。この時間に撮影してるの初めてやるんですか。はい、そうですね、撮影がクレイジーサタデーね、毎週土曜日やってるんで、男の子はね、1500円で、はい、女性は1000円なんですけど、なんでね、ぜひね、クラブ初心者の方も来てほしいなと思います。過ごしやすいと思うんでね、この雰囲気、今もいい雰囲気です。今日はなんか楽しみそうなんですよ。はい、そうですね。で、どうしましょうかね、この後の展開は。任せますか。そうですね、マタドールね。引っ張るんすか。いやいや、もう何喋ろうかなと思って。自分のことは、ね、ってきて自分のこと、はい、まあ、スクチューブね、最近できてないですけど、ゲルさんばっかりになってますけどね。斉藤さんだったり、猿のオブ VT だったりしましたね。自分のことなんか、自分のことはそうですね。まあ僕的にはもうちょっと近々、いいんすかね、いいです。近々結婚しようと思っています。はい、明日挨拶行くんですけどね。はい、それになって今まで出れなかったえ。そうですね、ちょっといろいろね、ありまして、視聴者に向けてちょっと、はい、なんかすごい親近感のある言葉が欲しいんですけど。それはありますね。あるとしたら、やっぱ最近よく知らない人に声かけられたりもするんですよね。スピちゃんと見てますよと、はい、あ、そういうのはすごい嬉しいですね。スピチューブ見たよと。本当にね、まあお世辞でも嬉しいですから、やっぱその名前知ってくれてる時点で大きいですから、僕たちにとっては ね、やってる意味があるかなと思います。 YouTube 本当にね、これからも面白い企画ちょっといろいろやっていきたいなと、ゲルさんといろいろ考えてますんでね、皆さんこれからもちょっとぜひチャンネル登録して、ぜひいいねしてください。お願いします。本当にね、友達をシェアしてください、はい、こんなやつがおるよと、お買い物クラブシーンにもと、そういう感じですかね。そうですね。だからあれですね、スクチューブ見たよで一言声かけてくれたらあれですね。何あります？家が一杯あげますか。ストリートだったらどうする？ストリートだったらですか。ストリートか、そうですね。でも本当だったら僕たちの CD をね、僕たちの本来の、ね、いつもいいとこで電話来たの。そうなんですね。ちょっと、ね、友達が来る予定なんです。ちょっと友達ですね。ちょっとごめんなさい。これちょっと出てかんとあれかなと。すみません。よく大事なところで分かってくるんですよね。はい、ね、今年もスピチューブちょっとたくさん撮っていきたいなと思ったんですけど、そのためにはね、もうほんまに。じゃあもっとあのカメラを見ましょう。なんか、なんか、目線合わせて、はい、ここの、そうですね、目線でなんか、それがなんかね、ほんまに。まず、ちゃんとカメラを見て、スピさんはちょっと、こう一点外してるんですか。外すか、ちょっと下見るか。なんでちゃんとカメラを見て、うん、でちょっともうちょっと自信持った方がいいですよ。スピさん喋れるんで。ほんまに。ダメです、見てください。はいはい。しかも、いいっすね。みんなスピチューブ見てね。いいっすね。みんなスピチューブ見てね。違うな。気持ち悪いじゃないか。気持ち悪かった。こんなことしてほしいみたいなのがあったら送ってほしいですけどね。コメントしてくれたら、はい。はい。はい。ありがとうございます。はい。まあ、そんな感じで、はい、じゃあ皆さんスピチューブチャンネル登録よろしく。はい。はい。いつもスピチューブ見てくれてありがとな。これからもよろしく。